ゲラの人決めないといけないか。ええー、と。あ、一周するのか。えー、じゃあ残りが守護主義さん。と、はい。とえー、タンボマンさんが、えーと、ゲラ側で。ーえー、はい。で、<ー>でこり皆さんが回答者となります。よろしくお願いいたします。ーえー、ではでは、10番のお題でいきたいと思います。はい。よいしょ。はい。と、いきましょう。 園長のゆがんだ愛が見え隠れする動物園の特徴ってね,ね愛が強すぎてなのかいろいろ気になりますけども、えー、このお題で,でやっていきたいと思いますねさあ休憩を受けたら、ね、動物園のお題になっておりますさあ行きましょうあちょっと待ってねえー、っとあれ誰が来たしたスポーツバックさんかな

園長のゆがんだ愛が見え隠れする動物園の特徴。なんか花子五とか花子六みたいに、初代の死んだ象の名前に連番をつけて呼んでる <laughs> いや。見え隠れします、ね <laughs> えー、いいですね、えー。リセット。はい、じゃ、ぐんがさん、いきましょう。はい、園長のゆがんだ愛が見え隠れする動物園の特徴。人食いワニに人型の。 ぜひ、を食わせ。まず、人食いわぎ。動物。食いええ、リセット。ああ、いいですね。さあ、どの回答いきましょうね。池田さん、いきましょう。園長のゆがんだ愛が見え隠れする、動物園の特徴。キリンを四回横領してる。 結構やってんな、ほんと、ね。<laughs> 結構やってんな。<laughs> あダメですよ。えー、キリンでも何でも。えーえー、いいですね。リセット。<laughs> はい、では、スポーツバックさんいきましょう。はい、園長の歪んだ愛が見え隠れするっと、園長が、チーターの触り心地、気持ちよすぎんだろう。気持ちいいらしい。歪んでるなぁ。 <laughs> ニコニコ出身だな、いいですね。<laughs> えー、リセット。<laughs> えー、ルーさん行きましょう。園長のユガンダ愛が見え隠れする動物園の特徴。あたり見渡しても猿一色。猿愛で <laughs>、<laughs> 猿愛で有名な園長ですね。いいですね。うんえー、赤木さん行きましょう。園長のユガンダ愛が見え隠れする動物園の特徴。子供だけが参加できる。 園長と触れ合えるコーナーがある。<laughs> <laughs> ああ、いや歪んでますね。ちょっとね、えー、怖いですね。えー、リセット、えー。そうですね。すごい事件の匂いがしましたけど、急に <laughs> <laughs>、えー、いいですね。えー、さあね、延長歪んでますね。はい、スポーツバックさん行きましょう。はい、園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。 あのいろんな動物のメスが二足歩行だし爆乳すぎる <laughs> 怖あ。怖いですね。擬人化してますね。いいですね。えー、リセット。はい、どこらんさん行きましょう。園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。せっかくなら鳥は飛んでる姿を見てほしいから地面を置いてない。<laughs> <laughs> 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 置いてない <laughs>。置いてない。いいですね。えー、リセット、えー。グーガーさん行きましょう。園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。あの吹き出しがあって。この包丁よく切れるんだよな。この奥は生獣のコーナーです。何？ ないよねん。どうにか前ね <laughs>。えリセット。<laughs> えー、愛なのかそれともね。え一、ー、緒いいね。じゃあルーさんいきましょう。園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。いろんな動物が下からのアングルでしか見えない。<laughs> <laughs> 愛し方が愛し方が怖いですね。<laughs> いいですね。<laughs> リセット。<laughs> はいじゃあドクランさんいきましょう。 園長のゆがんだ愛が見え隠れする動物園の特徴なんかカバーのところにあった説明なんですけどとっても大きく口を開けるぞ歯の隙間をかぎたいんごねキモいなキモ <laughs>、えー、いなあいいですね地上に出ちゃいけない人ですねえー、<laughs> <laughs> リセットはいではえー、さっきもあげてたように赤木さんいきましょうか園長のゆがんだ愛が見え隠れする 動物園の特徴。人間の方が檻に入って園内を回る。サファインパークのシステムなんだよなそれ <laughs> 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 え。えいいですねリセット。えでグーガーさんいきましょう。園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。えと愛ゆえに餅をくばして喉に詰まっているダチョウの群れ。 愛ゆえに <laughs> 愛ゆえにからつながってこない <laughs> えね、ランダムワードで回答します <laughs> えーえー、いきましょう、えー、ルーさんいきましょう。愛ゆえに、いつまで経っても開園しない。 なんか嫌な予感する<ー>なんか嫌な予感してきましたねイケンさんいきましょう園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴折からの景色を見たくて留置所に入った <laughs> 同じ気持ちにだろうと向きでお願いしたいですねリセットはい赤木さんいきましょう 園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴パンダに自分と同じ名前をつけた <laughs> <laughs> カンカンとかねそういう人間っぽい名前つけるパターンあるんですね、えー、リセット、はい、じゃあ、いではドクランさん行きましょう園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴、えー、ライオンのユウくんがライオンじゃなくなったのでどこか遠くに行きました 人間を怪我させることをじゃなくなると言っている。ああ、ああでも愛があるな、愛がある気がするな。えー、リセット、えー。スポーツバックさんいきましょう。はい。園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。えっと、翼を怪我した袋にあの傷パワーパッドを貼っている。 いいな、えー、剥がすとき大変なことになるよあれね、えーえー。リセット。<laughs> ああ、どうでもなんかね、えー、怖そうですね。<laughs> この動物園全体なんか暗いですねなんか <laughs>。<laughs> <laughs> 今と上がってる動物に、ね、怖いですよ <laughs> なんかね <laughs>、はいい。園長が2体いた笑ってますね。はいではグーガ g さんいきましょう。園長の歪んだ愛が見え隠れする。 動物園の特徴。えっと、人間はこっちの方が見やすいんだろうって言って。ビレッジヴァンガードぐらい、円がごちゃごちゃしている。赤い、黄色に赤い文字のあの、ポップみたいな感じで。いいですね、ええ、リセット。はい、りーさん、行きましょう。 園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴。学生限定で猿とお風呂に入るサービスが園長の多分ヘキが出てる感じですね。はいですよ。では、じゃあ今回答がある方だけで挙手ボタンを押していただいて、いいですね。さあもう。 もう園長逮捕されてほしいですねもうすでにね、えー、じゃあ行きましょう <laughs> じゃスポーツバックさん行きましょうはいんかあの柵の前にお金を入れる機械みたいのが入ってるお金を入れるとあのアテレコを流してくれる好きそうだなじゃあ池田さん行きましょう「園長のゆがんだ愛が見え隠れする動物園の特徴」 えー、動物の森にあの本気の講義をした結果が貼られてるたいいですね、えー、じゃあ続いて具川、えー、ーーさんいきましょうはい園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴、えー、おじャーまで2年後っていう生まれていないやつの予告の折り紙あが <laughs> 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 結構かかるね、かかるね <laughs> いいですね、こ <laughs> <laughs> <laughs>、えー、さん行きましょう園長の歪んだ愛が見え隠れする動物園の特徴これはあの、わしの説明文なんですけど、くちばしと羽がとっても綺麗どこまでも、どこまでも飛んでいってしまいそうで。

<laughs> キスした後に言うタイプだね。<laughs> すぐ愛してる。さあ、悪いやつだな。<laughs> こいつ悪いやつだな。ずるい。ずるいですよね。<laughs> えーえー、以上かなえー、以上となりますよね。お疲れ様です。さあね、休憩から開けたらね、まさか、you、and 愛を考えさせられるとは思いませんでしたよね。 さあ。い,いややばいっすね。えっ、ー、と、結構逮捕者がいるみたいなので、<laughs> ええー、と、そう <laughs> そうなんだ、ね。だね、えー、罪状を上げていく感じになるのですかこれは。<laughs> いや、でもなんか、ああい,いすね。この、最初の池店さんやところにさ、この、歪んだ愛観ありますね。毛並みでゼロゼロ一が見えるとか。<laughs> <laughs> うん。ところにそのご初代の死ぬぞう名前に連番をつけて呼んでいるみたいなね。花子5みたいなね。<laughs> いいですよね。えー、で、グーガオさん、これ、人 <laughs> 狂いに、トヨタの原因を来ないように、あの、人狂 <laughs> い狂いを待つ。ああ、いいなぁ。で、コメント欄に、あの、前科あるんだっていうふうに言ってましたよね <laughs>、えーえー。絶対ね、人食ってますね、一回ね。えー、<laughs> いいですよね。スポーツバックさんはニコニコ動画から出れ出ないんですかね。<laughs> <laughs> いろいろ。よすぎんだろう。えー、チーターっていうのもね、ちょっと。そう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 。なるほど。満的なね、満的なね <laughs>、はい、やつですね。さあ。 ゆめきさんどうですかなんか、この回転。いや、これはね <laughs>、いや、これは、どれもいいな、今回。なんか、休憩後だからみんな、エンジン全開ですね。<laughs> <う>みんな、間違った方向に全開に振り切っていただきましたけど。檻に入ってなんなよ、回るとかは、本当に歪んでるなっていう感じです、ね、ああ、いいですね。本当に。人間の方が檻に入ってんなよ、回る <laughs> そ,そうそうそう。じゃあ、ね。 これよくよく考えるとサファリパークのシステムなんですけどね。<laughs> えー、そういえばそうだ。<laughs> 確かに。確かに。でもあの、延長が歪んだって考えるとマジで怖いですよね、これ。ガシャガシャガシャって雑なね、折りに見えてそうですよね。えー、いいですね。えー、<laughs> これ。<笑><笑>あのー、 赤キさんの子供だけは参加できる園長と触れ合えるコーナーがある。歪んだって言うから悪い。歪んじゃってんだよな。完全に <laughs>。完全に歪んじゃってますね。<laughs> え<ー笑>危ないやつ多いね。<laughs> えー <laughs>。<laughs> えーっと、塩漆さんどうですかなんか、この回答良かったのが。<laughs> ええー、なんか本当いっぱいあるんですけど。はい。今出てないやつだと。 あおギャーまで2年後の。<laughs> ああ、いいですね。竜川さんの。<laughs> えー、おギャーまで2年後。あ <laughs> で、2年って結構かかるからな。<laughs> えー、相当楽しみなんでしょうね。完全にコントロールできてる、えー。うん。怖いですよね、そういうのも。<laughs> そういうのも含めて。<laughs> あ<ー>確かにそうだよね。愛が深くて怖いですね、これは。たムまんさん、どうですか いや、あの、そうですね。僕は、まあ、あと食いワニが <laughs> <laughs> いい、ね。人型のゼリーをね、言、えー、わせている。人 <laughs> 食いワニに言われた段階でもう存在を容求してそうそうそう。ひいワニがいるということで。<laughs> えー、ダメですからね。えー、も,もう事件が起きた後ですから、完全に。えー、<laughs> では、でえー、こちら、えー、ルルさん気分ていきましょうか。 なるほど、はい、そうですねじゃあ一番ちょっとシュールだなというか、はい、意味は理解できなかったけど謎の笑いが出てしまった「はい、愛ゆえに餅を詰まらせてのぞう」うね、何っていやでもなんかその「愛」ってなんだろうっていうか。<laughs> わかんなくなるのが、そこが歪んでいるのかなと思って。<laughs> <laughs> でも確かにそうですね。確かにそうです。わか、常人では理解できない愛ですかね。歪んだ愛、ね、でちょっとずっとしてしまいましたね。はい、確かに。えー、ね。福岡 <laughs> さん、全然怖えな、そう考えると。その前の会でも、この包丁よく切れるんだよな。<laughs> この奥はナマケモノコーナーですとか <laughs> もうなんか <laughs>。 最高じゃん。そう。え、グーガオさちょっとね、そう、方向転換してね、ビレッジヴァンガードみたいなね、ちょっとポップいや、ポップに見せようとしてる。そういうとこ怖いんだよ、そういうとこが。ジョージの振り仕上がった。そうそうそう。ジョージの振り仕上がった回と、ビレッジヴァンガードぐらい縁がごちゃごちゃしてる。いや、もう取り戻せないですよ。ええというわけで、えっと、歪んだいの持ち主はグーガオさんでした。ありがとうございます。歪んだい書きました。 もうちょっと歪み症ですね、本当に。<laughs> えー、ね、掲げないでください。<laughs> えー、では。